私の得意としている分野は爽やかな少年ボイス、ナチュラルな演技です。演技経験ありませんが精一杯頑張りたいと思います。よく来ていた深谷アリオで声優オーディションがあるということで応募させていただきました。男性とか女性とか両方演じられる声優さんになりたいなと思います。霊感があるんですけど、何もせずに夢を諦めたくない。グランプリは浜川芽衣奈さん。まさかこうちょっと初めてやってみたことで少しでも結果が出せたっていうのは本当にもうちょっと衝撃すぎて全然言葉が出てこないんですけど、本当に嬉しいですし、もっと頑張らなきゃなっていうふうに思います。本当にありがとうございます。